ほんの数週間前に対戦相手が変更になったという森陽介選手。安いので。はい、よー地位置の取り合いなんですよね。ボディー内側が気になるので、外のローが入りやすくなるんですよ。このミドル、はい、なるほど速い。あそして距離が縮まると、はい、森が出てきそうになると肘を置いていく。バックの肘肘至近距離の肘は気をつけた方がいいですね。そうですね。切れるとね。はい、ミドルとあのハイの質が。いやー、ね、このなんかスッて入ってくるようなミドルキック。後楽園ホールがどよめいています。はい、人が。しっかりとハイはガードしています森陽介。でも小坂さん、なんですかこの蹴りは。あの鳥居選手腕蹴りのような。蹴りもらってるとやっぱ腕も痛くなってきますんで、やっぱ左のね。入れない森。ここ詰めた。ここ詰めた。肘。肘と肘。ただここは怖がらない。警察さん、警察さん、警察さん。清澤戦か、肘バック肘、バック肘対決、バック肘男の意地と意地、戦いの火花が散る。でも清澤戦と、わー